裕太君。立憲民主国民社保無所属フォーラムの日吉裕太です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。時間があまりないので早速始めさせていただきます。本日はですね、企業の開示制度、このですね、新型コロナウイルス感染症の影響下における企業の開示制度における対応、会計基準や監査基準、これの適用に対する対応、適用についての対応、これについて主としてお伺いさせていただきたいと思います。4月のですね、3日の日経新聞の朝刊の一面にですね、店舗工場の減損見送り会計ルール弾力化というですね、記事が出ておりました。この中で会計ルールの適用を弾力化することでコロナに伴う業績悪化を和らげるとこういう記載がございます。会計基準そのものは見直さないがというようなくだりもありますが、まず、最初に、質問させていただきます。この会計基準そのもの、また監査基準そのもの、これは見直さないということでよろしいでしょうか。麻生財務大臣。はい、見直しません。はい、答えそれだけなんですけれども、はい、ね、ちょっともうちょっと丁寧に言わないかんところなんでしょうけれども、この金融庁会計ルール弾力化って、これは日本経済新聞4月の3日の金曜日の記事を言っておられるんだと思いますけれども、このあれ閣議後の記者会見でもそれみたいな質問があったんで、現行の会計基準を変更したという事実はこれは全くありません。その上で会計基準が変更されたのではなくて、今回のコロナの感染症の影響だけじゃなくて、いわゆる政府の緊急経済対策が実行され、今後実施されていくなども考慮に入れた上で、現行のいわゆる会計基準の下で柔軟な判断を行ってもらいたいと、柔軟判断を行ってもらいたいというんで、私どもとしてはいわゆる変更とかいうのではなくて、いろんな形で例えば東京証券取引所とか公認会計士協会とか経団連等との関係者で連絡協議会というのを設けさせてもらって、認識や対応のあり方を共有するということにさせていただいて、そうした取り組みの中で決算とか監査とかいうものに対して適切な対応が取られるように努めてまいりたいと、そういうことを申し上げさせていただいたということであります。日吉裕太君。今大臣のお話の中で、柔軟な対応というお話でございました。同じように日経新聞にもですね、例えばこの工場とか、ホテル、こういった店舗をですね、休止すると将来の資金が生み出されないということで、減損処理をして、損失を計上しなければいけない、こういった処理があります。それについてですね、本来ならば減損処理が必要になりかねないが、機械的にルールを適用せず柔軟に対応することを認める方向だというような、こういう書き方をされておりますが、これはこの記事、これはその通りということでよろしいですか。金融庁中島企画市場局長。お答えいたします。まさに今大臣から答弁した通りでございますけれども、工場や店舗の減損処理、こうしたものについて現行の会計基準を変更しないという前提の下で、現下の状況を踏まえれば企業の決算や監査を行うに際し、新型コロナウイルス感染症の影響だけではなく、政府の緊急経済対策が今後実施されていくということなども考慮に入れた上で、柔軟な判断を行っていただくことが重要と、そういう趣旨でございます。日吉裕太君。それは柔軟な判断を行うと損失計上が全体として減るという、こういう方向になるという、そういうことを意図した意味合いでの柔軟な判断、こういうことでしょうか。中島企画市場局長。まさに今議員ご指摘のとおり、例えばそのコロナウイルスの影響で売上が減るということだけ考えることに対して、仮に今後経済対策を実施していく中で将来的な売上が増えるということも想定されるのであれば、そうしたことも踏まえて柔軟に判断をしていただくということになるかと思います。日吉裕太君。
まあ、売り上げが減る、その一方で、まあ、経済対策の影響を、見ていくって、これは、まあ、当然のことかなというふうに思っております。もう一つ、ゴーイングコンサーン、継続企業の前提についての中期というのが求められております。まあ、今後1年間、企業が継続することに疑義が生じた場合には、それを財務省に中期をしなければなりません。これについてもですね、日経新聞で書いてあるんですけれども、画一的に運用すると多くの企業がこのルールに抵触する懸念が出てくる。このためコロナの拡大に伴う不透明感が漂う間はすぐに適用しなくてよいようにするという記載があるんですけれども、これ G2 ですか。中島企画地上局長。ゴーイングコンサーンについてのお尋ねですけれども、まず企業は継続企業の前提に重要な疑義が生じさせるような事象または状況が存在し、それらを改善解消するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、財務諸表に所定の中期をする必要があるということになっております。こうした所定の中期をするかどうかについては個々の企業の判断ということになりますけれども、この際にも企業は新型コロナウイルス感染症の影響だけではなく、政府の対策などを考慮に入れた上で実態に応じた適切な判断をしていただくということを期待しているというものでございます。日吉裕太君。ということは、この閣議、まあ、経済対策があれば当然それを事業計画に織り込んでいくということになると思うんですけれども、そういう意味ではですね、この不透明感が漂う間だけはすぐに適用しなくてよいようにするっていう、なんかこの記事読みますと、まあ、確実的にこの中期、このコロナの影響についての継続企業の前提の中期はしなくてもいいというふうに読めるんですけれども、これは間違いということでよろしいですね。中島企画市場局長。新聞記事について合ってるとか間違ってるということについて申し上げることは差し控えますけれども、いずれにいたしましても個別企業ごとに実態に応じた適切な判断をしていただくということを期待をいたしております。日吉裕太君。まあ、判断をされないということなんですけれども、まあ、私の、まあ、問題意識としてはですね、やはり、まあ、この新型コロナのウイルスの影響でですね、本当にですね、決算の作業というのもですね、遅延していますし、監査においてもですね、大きな制約がある中でですね、本当に大変な状況だと思います。そういった意味ではですね、さまざまな配慮というのを、これはですね、実施する上での配慮というのは必要かなと思っています。しかしですね、この会計基準のですね、尺度自体をですね、変えてしまうということにはですね、非常にそれはまずいんじゃないかと思っております。例えば、まあ、壊れた体温計でですね、体熱を測ってですね、熱なかったですって言って、まあ、それで過ごしていたらですね、まあ、病気が悪化したとかっていうことになるわけで、まずしっかりとしたですね、生の数字、実態を把握するっていうことは非常に大事なので、その実態がどうなのかっていう、今までの基準通りでそれはですね、測定をした上でですね、それで悪いんだったらじゃあどうしようかということで、政府が休業を要請しているのであればそれに対して補償をするとかですね、そういった適切な判断をする、そのですね、事実、この認定するですね、そこの尺度、物差しをですね、変えてはいけないんではないのかなというふうに強く思っております。そんな中でですね、多分これ会計基準のですね、自体は変えない、監査基準自体は変えないということなんですけれども、この減損でもあれ、ゴーイングコンサーンであれ、将来の事業計画どれだけ利益を生み出すのかという、これをですね、将来企業は見積もらなければならないんですけれども、その見積もりの仕方、これをですね、どういうふうに見積もっていくのかということが非常に今問われているのではないのかなと思っております。このですね、見積もりの制度、これをですね、今よりも緩和するということを前提にしているのか、その見積もりの制度は今までと同じなのかどうか、このあたり教えてください。中島企画市場局長。まさに議員ご指摘のとおり、会計の基準、あるいは基本的な考え方自体を変更するものではないといった上で、またご指摘のとおり、
例えば固定資産の減損などに関しては、さまざまな会計上の見積もりを行うことが必要となってまいります。こうした会計上の見積もりを含む会計基準、会計上の見積もりを行う上での基本的な考え方を変更することは考えていない一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実務上の在り方というものについては、先ほど大臣からご説明いたしました関係者による連絡協議会の場などにおいても議論をしてまいりたいというふうに考えております。日吉裕太君。そうです。その関係者による連絡協議会というのも、この日経の記事によると、会計基準そのものは見逃さないが、現行のルールを弾力的に適用できるよう、関係者で認識をすり合わせるという、こういう書き方をされていますけれども、これはもしですね、その見積もりのですね、制度をこれまでよりもですね、レベルを落としていくというようなですね、ことを。を行うというのであればですね、これみんなでですね、ある意味この粉飾決算しましょうというようなことにつながりかねないわけですね。だからこそここのところは非常にですね、注意深く対応していかなければいけないなというふうに思っております。でこの見積もりというのもですね、例えばこれ人に例えて言うならですね、これはPCR 検査をして陰性だったっていうんだったら、それ陰性だろうと思う、これまではそうでした。しかしですね、この PCR 検査をできないときにですね、問診だけでですね、陰性だってこういうふうに判断してしまうというようなですね、こういった制度を落とすようなことというのはしてはいけなくて、たとえ PCR 検査ができなかったとしても、問診だけではなく、熱を測ったり、さまざまなことをですね、行った上でですね、PCR 検査と同じぐらいのですね、制度のを持ってですね、診断する、こういうようなことが求められるのかなと、これも企業においてもですね、同じことが言えるんじゃないのかなということで、ここの見積もりのですね、制度を落とさないようにしなければいけないなというふうに思うんですけれども、麻生大臣、この点、どう考えられますか。金融庁中島企画市場局長。見積もりの制度、どういった定義かによるかと思いますけれども、いずれにいたしましても、適切な開示を行っていく、適切な監査を行っていただく、これは非常に重要であるというふうに考えております。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響だけではなく、例えば政府の緊急経済対策が今後実施されていくということも考慮に入れた上で、柔軟な判断を行っていく、こういうことを求めていきたいというふうに考えております。日吉裕太君。政府の緊急対策はですね、金額増やしていただければですね、多分ご遠行さんのですね、中期をする企業も減るとは思うんですけれども、そういった中でですね、やはり基準とかその会計の適用をですね、変えてしまうと、こういった中でもですね、業績のいい企業はあるわけですね。そういった企業がですね、自分たちまでもですね、緩和した基準でですね、会計をしていると思われたくないわけですね。そういった不公平も生じてしまいますし、仮にですね、会計士としての立場から申し上げますとですね、ここでですね、監査のですね、対応をですね、柔軟にしてしまったことによるとですね、今後ですね、じゃあコロナが終わったときにですね、収束したときにですね、あのときは緩和、柔軟な対応をしてもらえたのに、なぜ今、柔軟な対応ができないんですかとかっていうですね、こういったことにもつながってきましてですね、将来にですね、禍根も残すっていうことになります。そうではなくてですね、やはり今、決算が遅れている、それで監査が重大な制約があるという意味ではですね、やはりそこの決算のですね、この手続きをですね、伸ばしてもらうとかですね、そういった対応というのがやはり大きく必要になると思うので、今はですね、個々でそういった対応ができているという状況ではありますけれども、先日、会計士協会からですね、会長のですね、声明が出ておりました。その中でですね、ちょっと読ませていただきますと、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出等について、その期限を一律に延長することが可能となる対応、および会社法に基づく定時株主総会の開催時期についても、
特に計算処理、計算関係書類の報告期限についても一律に延期することが可能となる対応が必要と考えますという、こういった声明が出ていますが、こういった一律にですね、この延長するこういった手続きを行えるかどうか、こういった点について金融庁と法務省にお伺いします。中島企画市場局長。お答えいたします。有価証券報告書の提出期限については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務局長の承認により提出期限を延長することを認めることとし、その旨を金融庁および各財務局のウェブサイトにおいて2月10日に公表をしているところでございます。これらの対応については先ほど来申し上げております連絡協議会においても情報を共有しているところでございますけれども、さらに今ご指摘の有価証券報告書等について企業側が個別の申請を行わずに一律に提出期限を延長するといったことについては、これも今後この連絡協議会においてよく議論をしてまいりたいというふうに考えております。法務省竹内大臣官房審議官。お答えいたします。会社法上取締役は計算書類を定時株主総会に提出し、または提供した上で当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならないなどとされております。他方で定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならないと定められておりますが、事業年度の終了後3ヶ月以内など特定の時期に定時株主総会を開催することが求められているものではありません。定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときは、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられます。また定款において定時株主総会における議決権行使のための基準日を事業年度の末日と定めている会社もあるものと承知をしております。会社法上基準日株主が行使することができる権利は当該基準日から3ヶ月以内に行使するものに限られておりますが、定款で定められた基準日から3ヶ月以内に定時株主総会を開催することができない状況が生じたという場合には、会社は新たに議決権行使のための基準日を定めて所定の広告をすることによって後の時期に定時株主総会を開催することができると考えられます。したがって定款で定めた時期に定時株主総会を開催するか否かにつきましては、基本的には今後の新型コロナウイルス感染症の影響等も踏まえ各会社においてご検討いただくべき事柄であると考えておりますが、法務省におきましてはこれらの検討をする際の参考にしていただくため、定時株主総会の開催についてのこれらの考え方をホームページに掲載して公表しているところでございます。日吉裕太君。法務省さんにもう一度確認なんですけれども、この一律にですねこの手続きを行うこと行わないでですね、一律にその何か認められる方法、こういったことは何か検討されていますか。すでに持ち時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。法務省竹内大臣官房審議官。お答えいたします。もともと株主総会の時期が一律に定まっているものではございませんで、仮に定款で定めた時期に定時株主総会を開催するか否かにつきましては、基本的には今後の感染症の影響とも踏まえていただいて各会社においてご検討いただくべき事柄であると考えております。日吉裕太君。時間が参りましたので終わりますが、最後に一言だけ、やはり新型コロナウイルスのですね、感染症の対策としてですね、やはり丁寧に対応していただきたいのと、それともう一方で、公正性を保つ対応もしっかりと行っていただきたいと思います。ありがとうございました。この際暫時休憩いたします。本会議